まあ何票いくか分かんないけど、まあ、10万票はいくと思うし、まあ、それぐらいの数を動かすってすごいことなんですよ。でそれを、まあ、今後の活動に変えていこうということで、今回作った政治団体の、インターネットパーティー、日本語で言うとインターネットですね、を母体、まあ、受け皿として、活動していくっていうことに決めました。でね、まあ、さっき言ったあのイエさん3つ言ってくれたけど、まあ、もう一回言うと3つ、活動としてやっていくことに決めてます。1つは、皆さんの3万の声から集めた120の政策のうちできるものをやっていく。でこれやっていくっていうのをどうやってやっていくのかということなんですけど、まあ、今のところ、まあ、NPOとか、まあ、株式会社を作って、まあ、その箱で、まあ、ビジネスとしてできるものはビジネスとしてやっていったりとか、まあ、他の NPO と組んでやっていけるようなことをやっていこうかなというふうに思ってます。でもこれも本当にまだ全く白紙で、まあ、これからこれやるのかっていうのは結構頭重いんですけど、まあ、やっていくんで、ここら辺はまあ皆さんにいろいろ協力を仰ぎながらやっていきたいなというふうに思ってます。で2つ目メディア作ります。メディアはまあ、なんていうんですかね、機関紙みたいなもんで、まあ、イエさんさっきみんなの声が集まって可視化されてそれができるサイトを速攻立ち上げますって言ったけど、まあ、聞いてないんで聞いてないっていうか、それ結構多分長期的にはね、そういうことを、まあ、やっていくものは多分必要なんですけど、まずはメルマガやります。で、まあ、イエさんは文章書かないからまあ、結構いろんな人にもうすでに声かけていて、まあ、まあ応援してくれた堀江さんとかね、まあ、多分論文のアーティストさんとか、まあ、書店の風間和田さんとか、まあ、いろんな人が OK してくれてて賛同したということで、ちょっとメルマガの形、どういうものになるか、そう、今 まさしく検討中なんですけど、まあ、基本的には無料でやって、まあ、皆さんが読めるようにどんどん輪を広げていくっていうところからやっていきたい。まあ、でももちろんこれは政党っていうか、まあ、このパーティーを活動させていく上ではお金が必要なんで、まあ、その収入源として、まあ、有料にもしていきたいなというふうに思ってます。まあ、これはあ、まあいいや。でその3つ目で、3つ目は、東京23区の区長選、まあ、今年4つあって来年、統一地方選でたくさんあって、まあ、この 2,3 年大体23校ぐらいあるんですね。でそれを、まあ、全部擁立候補を出していくと。でこれは区長選っていうのは、まあ、皆さんほとんど行ったことないと思うんですけど、投票率 20% ぐらいなんですね。 30% とかね。で 2,3 万とかで当選できたりすると。で、まあ、マスメディアも、まあ、大して報道しないし、本当にネットの動員で勝ちうるところなんですよ。でそれを、まあ、今回都知事にはなれなかったけど、家入さんは、まあ、でも23区を制覇すればなんかちょっとね、別のレイヤーでちょっと東京を支配していくってことができそうなんで、まあそれを今考えてます。で今もうまさしく擁立候補とかは、こっちで今まさに当たり始めてるっていう感じですかね。で、この3つの宣言と、あと、まあ、メルマガをやっていくっていうことで、あと皆さんのこの今回、まあ、イエイさんにせっかく関心持ってもらって、まあ、いろんな形で関わってくれたと思うんですけど、そのなんていうんですかね、ネットワークっていうかつながりっていうものを大事にしたいんで、まずはその3つの宣言と、あとメールアドレスを打ち込める、場所を作ったウェブサイトを、まあ、今まさしく作ってて、今夜中に多分公開します。なので、まあ、インターネットパーティー .jp で今ティザーサイトだけ出てるんですけど、新東京計画始動っていうの出てるんですけど、それが、公開されるんで、それ公開されたら皆さんぜひ、シェアしてもらって、広げていってもらって、まあできればね、この10万とか本当に持っていくと動かすことできるんで、このね、あのムーブメントをもっと大きな腕にするためにやっていきましょう。というわけで、このエレクションナイトは、まあ、12時半ぐらいまではやるということで、まあ、多分12時ぐらいに A さんの結果数字がね、大体分かると思うんですよ。まあ、なので、まあ、残れる人は残って、まあ、仕事があるとかっていう人もできるだけ残って、家族がっていう人もできるだけ残ってね、皆さん今日は飲んで騒ぎましょう。というわけで公開
いしたら本当によろしくお願いします。これからも家に勝つまインターネットパーティーともども皆さんと共にやっていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。以上です。よろしくお願いします。アドレスはインターネットパーティー .jp です。そのままベタ打ちでインターネットパーティー .jp、 今もティザーサイトが上がってるので Facebook のいいねと Twitter が出せます。ぜひアクセスしてください。では引き続き皆さん後の祭り楽しんでいきましょう。ありがとうございました。